また一つ歴史を刻もう。どんよりした雲が空を覆う中京レース場。この空を映したように芝はやや重の発表となりました。雨が本格化したら難しいレースになってしまいそうですね。1番人気はもちろんこの子、成田ブライアン。2番人気を紹介しましょう。ヒシアマゾン、注目の2冠ウマ娘ジンボリルドルフ、3枠6番での出走。私が一番期待しているウマ娘、気合い入れてほしいですね。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは3番15番5番、期待通りの結果を出せるか。1番人気成田ブライアン、3番会長に飛ばしていきます。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭集団を見ていきましょう。さあ激しい先行争いで前に出たのは3番、続いて5番、激しい先頭争い。1番並びかけてきた、その外並んで15番後ろハッピーミーク、7番追走ジンボリルドルフ、並んできた少し後ろから18番少し離れてスペシャルウィーク、8番追走16番並んでくる、そしてそのうち4番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身。現在1番手は3番、続きました15番少し離れて5番、そのうち並んで1番ハッピーミーク、5番手18番外から行く、さらにそのうちからはジンボリルドルフ、その後ろに7番16番並んでくる、少し離れてスペシャルウィーク、さらには8番、それを見るように4番、ここは第3コーナー桶狭間ポイント、そしてそのうち成田ブライアン、外にはメジロライアン、内から菱山。1馬審査12番、後方2番手にナイスネイチャー、最後方ウォッカ、勢い揚々と先頭を行きます。3番どうでしょうこの展開、上がってしまっているかもしれません、一息つけるといいですが。第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。18番ここで抜け出した、まだ先頭が動かない、果たして抜け出すのは誰だ。トドロシ天下無双の稲垣、現着を切りました。最終コーナー、を切ったのはシンボリルドルフ、抜け出したのはシンボリルドルフ、だが後続も追いすがる。200を通過、シンボリルドルフリードは1馬身、食い下がる菱山ゾン、シンボリルドルフ足色は衰える。お見事シンボリルドルフ、着差以上の強さを見せた、見事な勝利です。シンボリルドルフ URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着は菱山ゾン、3着はメジロライアン。唯一抜きんでて並ぶものなし。